奴は我々やこの戦艦ハルバードではなく、別のどこかを目指しているのかもしれない。僕らでも戦艦ハルバードでもない、別のどこか。まさか。奴の狙いが分かったのか？いや、まだ分からない。でもまさか、そんなことが。となると、もう一度ポジトロンライフルを発射しろ。でも、もしクリティカルヒットが出なかったら。確かにここでクリティカルが出なければ、奴のヒットポイントは残ってしまう。だが、確実に2000のダメージは与えられる。もし仕留め損なっても、まだ正気は。いや、そんなことを言っている場合じゃない。さっきから明らかに、僕らとは違う方向へ向かっている。おそらく、奴が狙っているのは、あそこだ。どういうことだ。まるで意味がわからんぞ。確かに、僕が言っていることは、意味不明かもしれない。けど、もうそれしか、考えられないんだ。落ち着けとなると、まだ我々の敗北が決まったわけではない。いや、もはや勝ち負けなんてどうでもいい。なぜなら、僕にとってあそこは、洗脳活動のために必要な場所なんだ。動揺し始めていますわね。ようやく気づいたようだな。我々の真の目的に、サハクイエルドが狙っているのは、奴らが乗っている戦艦ハルバードではなく、地上にあるマクドナルドだ。地獄ら、メタナイト。残念だけど、僕はこれ以上は戦えない。どういうことだ？まさか、このゲームから離脱するつもりか。ああ、僕は今からハルバードを降りて、マクドナルドへ向かうよ。マクドナルドだけは、絶対に守らなきゃいけないんだ。おいドナルド、応答しろ、ドナルド。もういい、好きにしろ。君が地獄だ。ドナルドはドナンジェルから逃げたんじゃない。私にもよくわからないが、ドナルドは今、マクドナルドへ向かっている。そして、あのドナンジェルが狙っているのも、おそらくマクドナルドだ。奴は我々やハルバードを撃退するためではなく、マクドナルドを破壊し、ドナルドに精神的ダメージを与えて撃つ状態にするために来たのだ。ドナルドにとって、マクドナルドは大切な店であり、故郷とも言える存在だろう。それを潰されるということは、ドナルドにとっては相当なショックのはずだ。さらに言えば、ドナルドはマクドナルドへ向かうために、このゲームから離脱せざるを得なくなる。つまり、同時に我々の戦力も最大一石二鳥ということだ。わからないが、きっとそういうことだろう。役には最初から、我々と戦う気はなかったのだ。つまり、我々はまんまと、うつ主の罠にかかってしまったということだ。いや、それは痛かっただけだろ。ドナルドが戦闘から離脱して、マクドナルドへ向かったようですわ。やはりな、役がそうすることはわかっていた。これでドナルドが我々の拠点に到達することは決してない。これで我々の勝利は確定ですわね。いや、そうとも言えない。どういうことでしょうか？もはやあんなクソカスどもに勝ち目はないと思うのですが。奴らはまだ、切り札を隠し持っている。切り札ですって？そんなものがあるとは思えませんわ。ヒントは、奴らが乗っている戦艦ハルバードだ。戦艦ハルバード、まさか。ああ、もし奴らが、ハルバードのあれを使って攻撃すれば、サハクイエルドが爆裂して地上が血まみれになる恐れがある。もっとも、視聴者がそんなグロシーンを望んでいればの話だがな。Damn it! Must be the man's way out of my head! It's me!
私は先に本部に帰って、社長に今日の戦果を報告してきますわ。なぜ最後まで奴らの戦いを見届けないんだ？もうこの戦いを見続ける必要がないからですわ。ドナルドは離脱してマクドナルドへ向かい、残った地獄らも役立たずの雑魚ですわ。もはや何もせずとも我々の勝利は目前。さっきも言ったはずが、奴らは切り札を隠していると。それにそのようなセリフを言えば言うほど、我々に負けフラグが積み重なっていくぞ。確かにそうかもしれませんが、仮にそんなチート級の技が本当にあったとしても、あんなクソ雑魚にそれを使いこなす力などあるわけないですわ。もういい、勝手にしろ。では、社長に報告してもいいのですね。ああ、ただし一つだけ条件がある。ドナルドはまだ生きていると報告しろ。何を言っているのですか。まさかオワコンピエロごときが、あの衝突に耐えれるとでも言うのですか。いいからそう報告しろ。奴は絶対に生き延びてここに帰ってくる。奴の強さと執念深さを舐めるなよ。わかりましたわ。Ich will nicht, dass es lädt! Wenn es lädt, dann muss man immer so lange warten! 地獄ら、私をこのゲームに参加させてくれ。このゲームにはあのクソ人もどきを倒す方法が、たった一つだけ残されている。私が参加できれば、それを使って役をぶちのめせるかもしれない。どうはそうでしょうでしょう、説明は後だ。今は私の言う通りにやってくれ。なんとかたどり着いた。サハクイエルドはもうすぐここに衝突するはずだ。なんとしてもここで食い止める。ああ、これで勝利の方程式は全て揃った。この戦艦ハルバードに搭載されている、対ドナンジェル用の秘宝だ。それを使えば、奴をエーティフィールドもろとも貫ける。ウプ主は脚本がめちゃくちゃになることを恐れて、この機能にパスワードをつけてロックした。解除するためには私がゲームに参加して、パスワードを決めに教えるしかない。今からそれを入力して、秘宝へのアクセス権を得るんだ。地獄らたちは今、何をしているんだろう。いや、きっと僕のために戦っているんだ。だったら、僕は僕の責務を全うする。ここにいる客は、誰も死なせない。僕ら。ああ、これで安心して先に進めるな。当たり前だ。去ってしまったものから受け継いだものは、さらに先に進めなくてはならない。この調子で奴らの拠点をぶっ潰しに行くぞ、キボクラ。サハクイエルドの反応が消えたか。メタナイトめ、どうやらあのチート兵器をキボクラに使わせたようだな。
まあいい、奴らにはもはや、私の計画を止めるだけの力は残っていない。もっとも、それは私が秘密裏に想像したカードが、奴らの手に渡らなければの話だがな。社長、予定通りドナルドを離脱させることができましたわ。それで、ドナルドは今どのような状態なのだ？いや、それは、その…まあよい、それは奴らがここに来ればわかるのである。そしてここに来た原住民は、一匹残らず駆逐するのである。それはわかっておりますわ。また何かありましたら、すぐに報告しに来ますわ。ああ、頼んだぞ。我が娘よ。さてと、そろそろ私も本部に戻るとするか。奴らもそろそろ、我々の拠点に到着する頃だろう。待っているぞ。キボクラ、メタナイト、そしてイカサマ卵。見えたぞ。あれが奴らの拠点だ。ウプ主はきっと、あそこで我々が来るのを待っている。ああ、我々の戦いはこれからだ。